本日諮問委員会からもご賛同いただき、4月7日に宣言した緊急事態措置を実施すべき区域を7都府県から全都府県に拡大することといたします。実施期間は5月6日までに変更はありません。まず北海道、茨城県、石川県、岐阜県、愛知県および京都府の6道府県については現在の対象区域である7都府県と同程度に蔓延が進んでおり、これら以外の県においても都市部からの人の移動等によりクラスターが各地で発生し、感染拡大の傾向が見られることから、地域の流行を抑制し、特にゴールデンウィークにおける人の移動を最小化する観点から、全都道府県を緊急事態措置の対象とすることといたしました。今後ゴールデンウィークに向けて、すべての都道府県において不要不急の帰省や旅行など都道府県をまたいで人が移動することを、まん延防止の観点から絶対に避けるよう住民の方々に促していただくようお願いいたします。また域内の観光施設等に人が集中する恐れがあるときは、施設に対して入場者の制限を求めるなど適切な対応を取るようお願いいたします。繰り返しになりますが、この緊急事態を5月6日までの残りの期間で終えるためには、最低7割、極力8割の接触削減を何としても実現しなければなりません。国民の皆様にはご不便をおかけしておりますが、さらなる感染拡大を防止するため引き続きのご協力を何卒よろしくお願いいたします。今回緊急事態宣言を全国に拡大することによって、すべての国民の皆様にさらなるご協力をいただくことになります。緊急経済対策においては、収入が著しく減少し厳しい状況にあるご家庭に限って 1世帯あたり30万円を給付する措置を予定しておりましたが、この際これに代わり、さらに給付対象を拡大した措置を講ずべきと考えます。今回の緊急事態宣言により、外出自粛をはじめ、さまざまな行動が制約されることとなる全国すべての国民の皆様を対象に、一律1人当たり10万円の給付を行う方向で、与党において再度検討を行っていただくことといたします。この国難とも言うべき事態を乗り越えるため、政府、地方公共団体、医療関係者、専門家、事業者、そして全ての国民の皆様、まさに日本全体が一丸となって取り組んでいくしかありません。閣議にあっては、本日徹底した新たな基本的対処方針に基づき、引き続き対策に全力を挙げてください。